藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。まあ、年明けてなんかわかんないけど、俺目標とかって決めてきてないんですよ、今まで。でもちゃんとなんかこう心に思うこととか、なんかこう自分で書いとくことやってみようかなと思って、今年から実はねやってみたんですよ。で、まあ書いた順番はあるけど、別にそのなんかそれが1位2位3位とかじゃなくて、まず一つはその、まあ、自分の好きな、まあ、ブランドさんとこうお仕事したいっていうのと、あとね、ずっとこれはね前から思ってたんですけど、その車の CM とかに出て、その車を母にプレゼントしたいんですよ。なんかうちの母がその、まあ、車欲しいだけど、その俺もじゃあなんか好きなのどうするって話をよくするんだけど、なんか母がいや、その大輔が CM 出た車を買いたいってずっと言ってくれてて、だから俺も早く出ないとっていうかそれまでのなんかこのなんか物だけじゃない、なんかドラマとかさ、なんかそのストーリーも自分の中ですごく人生大事にしてるから、ちょっと早くなんかこういい出会いがあって、もその車の CM 出させていただけるようになれば、なんかその母にプレゼントしたいなっていうのを もうなんか現実的にしたいな。もちろん俺は自分がどうしたらどうなるってことじゃないけど、こうやって発するっていうことをしてみようかなって思ったのと、あと僕年末 TMC というスタジオで、僕6年ぶりくらいですね、その草薙剛さんにお会いしたんですよ。で、久しぶりにお会いできて、久しぶりにお話できて、久しぶりだね元気っていう声をかけてくださって、でお話しして、最近デニム履いてんのとか、で僕あそこで買ってますよ原宿のとか、で今もう値段高いよねとか、でもそれでもやっぱもう藤ヶ谷くんとかもそういうのガンガン履いて、もう先頭切ってってよとか言って、あの嬉しい言葉いただけて、で僕もこれからもあのもっともっと履いてきますって話をして、ね、収録で言うと年末、それも年末でしたけど、 A スタジオプラスで木村さんにあのゲストに来てくださって、木村さんにもお会いできて、で、まあ、このラジオであの中井さんにもお会いできたじゃないですか。一番最初にこの番組ね、あの復帰の番組選んでくださって、で僕今なんか3人お会いできたんですよ。でも年始になった時にその、まあ、今年の夢というか、なんか、ね、さっき その自分の好きなファッションとのコラボ、そして、まあ、車の CM 出て母に車をプレゼントするっていうのと、もう一個あの一人スマップ制覇っていうの実はちょっとあのそういう夢なのよ。久しぶりに香取さんと稲垣さんちょっとお会いしたいなっていう、今ね今年、まあもちろん今年できなかったからどうとか、今年かなってだから何っていうことじゃなくて、なんか自分の中でなんかその人生のなんかこうワクワク感っていうか、それってやっぱ偶然じゃないですか。偶然そのテレビ局でお会いしたりとか、でそのなんか偶然だから、やっぱり自分の中で大事にしてる縁と出会いっていうところ、何かなんか今年ありそうな気がしていて、別に今年だけじゃなくて、もうなんかこれからのちょっと今ね、なんか自分の中でワクワクしてるのがね、一人スマップ制覇っていう、ちょっとね自分の中で掲げて勝手に一人でなんかワクワクしてるんですけど、なんかもしあのまた報告できることがあったら、ちょっとこのラジオでお話しさせていただきたいなというふうに思います。だってもし5人にお会いできたら、それって世界で僕だけじゃないですか、もしかしたらねえ、ちょっとまあなんか珍しく、あんま僕自分のその夢とか先のことってあんまり今まで話してこなかったんですけど、そんなことを思った、まあ、スタートでしたね。2023年っていう形でしたね。さあ、あなたの過ごす202回目の夜、最後までよろしくお願いします。今夜の1曲目です。リクエストいただきました、神奈川県のひろこさん、私がリクエストしたいのはサラ・ボーンのラバーズコンチェルトです。私の父は今パーキンソン病と認知症で入院中です。昔よく父が部屋でラバーズコンチェルトを聴いていました。
まだ退院の目処は立っていませんが、父が家に帰ってきたら CD をかけて少しでも記憶が回復してくれたらいいなと思っています。父の回復を願い、私も無理せず毎日頑張ります。ぜひリクエストよろしくお願いします。その耳からの情報とかこう香りってすごく重要って言いますよね。ぜひ何かその音から耳からこうなんか記憶が戻ったりとか、なんか僕はそういうなんか、まあ、奇跡というかね、そういうの信じたいなというふうに思うタイプなので、僕もちょっとあの回復を心から願っております。それではサラボーンでラバーズコンチェルトです。たのはひろこさんのリクエストでサラボーンでラバーズコンチェルトでした。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2藤ヶ谷太輔がお送りしています。ここでガリバーからのお知らせです。突然ですが、愛車を高く売りたいとお考えならガリバーにご相談ください。愛車との別れ、様々な思い出が蘇り、少し切なくなりますよね。愛着があるからこそ高く買い取ってほしい。お電話でお車の車種と年式、走行距離などを教えてください。おおよその査定額がわかります。 0120-66-4747 66-4747。 まずはお電話ください。中古車買い取りはガリバーにお任せ。以上、上柳正彦がお届けしました。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。僕仰天ニュース見ましたけど、僕の方がいいですよね。中井さんが自身のラジオで言っていた言葉ですが、一言だけ言わせてください。僕の方が良かったです。そしてもし鶴瓶さん側のピンチヒッターがあればやらせてください。もう一度チャンスをください。なんかすごくいろいろね、中井さんもラジオで言ってくださってたみたいで嬉しいですね。もうね、あのやっぱスマップ兄さんたち、やっぱツンデレがすごいじゃない。でもやっと最近になってそのツンデレの変換っていうのがもう素早く上手にできるようになってきた。やっぱデビューした時とかはやっぱ緊張ももちろん、まあ今も未だに緊張もするけど、なんかまあ良くないなとか、もうダメだなとかっていうのはなんかもちろん冗談でツンデレとは分かってるけど、あの収録のスピードとかだとなんかそっちに切り返せないとかっていろいろあったけど、今はなんかあいつ最悪だな、もうあいつ最高だなっていう言葉だし、僕の方がいいですよねと、あいつすごい良かったよなって、もう変化だからもうすごい褒めていただいて、中井さん嬉しいです本当に。ありがとうございます。なかなか、ね、褒めてくださることないですけど、まあ改めて本当にあの僕の方が良かったなって思ってます。またぜひ何かあったら、お力になりますし、あの僕でよければっていうのと、もし僕に何かあった際はちょっとこの仮のカードをどこで切らしていただこうかっていうのを僕の中でこの人生の楽しみにしてますんで、ぜひその際はよろしくお願いします。
ラジオの前のあなたと僕、藤ヶ谷太輔だけの時間、僕に届いたあなたの声を紹介していきます。岡山県のゆうさん。私は昔からエッチなことを想像するとなぜかくしゃみが出てしまいます。原因はわかりません。藤ヶ谷さんはどうですか？何かありませんか？いや、これ初めて聞きましたね。エッチなことを想像するとくしゃみが出る。はあ。これだから、もしかしたらそれぞれに、まあ、もちろんない人もいるだろうけど、何かある方もいらっしゃるかもしれないですよね。その、想像するとあくびが出ちゃうとか。これさ、じゃあさ、本当にじゃあ、二人でご飯食べてる時とかにさ、じゃあ多分ご飯食べ終わってこの後どうするとかがさ、え、この後どうなんだろう、もしかしてとかってやっぱ考えるじゃない。その時にちょっとでもエッチなことを想像したら、あの、こうくしゃみが出るわけでしょ。くしゃんってなって。で、もしこの私エッチなことを想像するとくしゃみが出ちゃうんだっていうのを、もしその相手が知ってたとしたら、喋ってて相手がくしゃみしたら、えってなって。え、もしかしてそのくしゃみってみたいな。あ、いや、今のは普通のくしゃみみたいな。あ、なんだ、普通のくしゃみかっていうさ。これね、くしゃみつながりで言うと、でも例えばこう芝居で泣き芝居とかあるときに、これたまにやっぱりこう、涙の次にくしゃみ出そうになっちゃうときある。この本番中とか。あそこでくしゃみ出ちゃうともう NG だから。で、相手のいることだし、なんかくしゃみつながりではある。エッチなことでくしゃみはないけど、これ面白いな。なんかそうするともし街でくしゃみしてる人いたらなんか気になっちゃう。あ、くしゃみしてる。もしかして、みたいな。いろいろそれぞれあんだな。面白いな。続きまして、大阪府のゆずさん。藤ヶ谷さんが最近ハマっていると噂の寝る前のグミ。そのグミで好きな味や種類はありますか？私は昔からあるポイフルが一番好きです。でも、酸っぱいパウダーのついているピュレグミも好きです。夜グミ、私もやってみようかな。これそう、最近ね、夜グミにハマってまして、なんか寝る前にグミ食べちゃうんですよ。俺ね、あの、ポイフルも好きですよ。ピュレグミも好きだし。ピュレグミのあの、なんか、パウダーいいですよね。ポイフルはね、こう、ポイフルの楽しみは、こう、色をまず選んで食べるっていう楽しみもあるんだけど、例えば映像とか見なかったら、その、見ないの、手元を見ないで、口に入れた時に、あ、これ何味かなっていうのを楽しみながらっていうのも好きだし、あと最近さ、俺昔から好きなんだけど、あの、果汁グミのさ、果汁グミさんの、あの、弾力プラスっていうのが出たの。すっごい、あの、硬い弾力のプラスされたのがあって。あれと、その弾力プラスと弾力プラスじゃない二つを買って、俺あの、家で一人で食べ比べしてるんだよ、その。で、弾力の食べ比べっていうか。あ、弾力プラスもいいなって思いながら、いや、これ通常の弾力のやつも捨てがたいな、いいなって思ってるし。あとあの、ペタグーグミ。ペタグーグミを初めて食べたんだけど、あれなんか、いいね、不思議な、なんか平たいんだよね、薄いんだけど弾力があって噛み応えがあるんだよね。だからそれも好きだし、あとハリボーもやっぱりね、王道で好きだね。ハリボーさ、まあ、最初こう見ながら食べたりするじゃない。でも本当ポイフルと一緒で途中でもう見なくなるじゃない。で、気づいたらさ、もうさ、3分の2クマいない時あるよね。やば、こんな食べてたっていう。なんかね、好きなんだけどグミ、その、止めの気がわかんないんだよね。で、結構思ったより食べちゃってる時あって、だ寝る前にお腹の中でさ、いろんなグミが集まって一個の大きいグミになってるの、多分。お腹の中で。あ、ちょっとこれ食べ過ぎたなーっていう。なんかちょっとつまみたかったけど、止まんない、本当に。今なんか家にめっちゃグミある。で、コンビニとかで行った時にさ、今ほら、あの、会計までこう、距離を空けて並ぶじゃない。その時ちょうどこう、グミ売り場のところに並んだりするのよ。で、パッて横見た時にさ、グミがさ、もういろんな種類置いてあるじゃん。で、次、会計終わったら、一個前まで、結構な距離前にまで行かないといけないから、なんかその、あ、やばい、今このタイミングで、カゴにグミ入れなきゃってなって。あ、じゃあこれとこれとこれとって。でもバーって買って家でなんか何取ったかなっていうのも楽しみな、自分の中で。もちろん好きなのを多分選んでるっていうのもあるんだけど、もう初めてとか、ジャケ買いっていうかさ、それ食べてみて、あ、これこんな感じなんだとか。なんかグミ最近すごいハマってるんだよ。なんでだろう。
あなたの声を聞かせてください。今思ってること、感じてること、最近あったこと、どんなことでも結構です。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 あなたの声を待っています。この後はラブルールです。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組の最新トピックスをニュース記事で読みやすくお届けしています。ぜひスマホやパソコンで日本放送ニュースオンラインチェックしてください。日本放送ホームページ 1242.com からアクセス。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ、番組本の第2弾、脱サラパーソナリティテレビを飛び出す佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ2021から2022、ただいま絶賛発売中。普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになるの発売から1年、コロナ禍にフリー生活をスタートすることになった佐久間宣行の激動の日々を語り下ろし、エッセイ、厳選トーク、アンガールズ田中さんや斉藤ディレクターのインタビューで振り返ります。日本民間放送連盟賞で最優秀賞を受賞したトーク、箱根旅行も収録。前作以上に分厚い一冊です。詳しくは日本放送イベントホームページまで。続いてはこちらです。男と女のラブルール。お互いに愛し合って付き合うカップルですが、そこにはマナーやルールがあります。僕とあなたで一緒に考えていきましょう。兵庫県のオレビスさん、クリスマスが近くなるとよく考えるのですが、チキンはどのくらいまで食べるのが正解なのか。あまり残しすぎても食べ物を大事にしない人に見えるし、骨しかないやんくらいまで食べるのも癒やしい感じもするし、程よくって言われてもそれは一体どのくらいでしょうか。藤ヶ谷くんはどのくらいまで攻める派ですか。自分の好きな人がもう骨しかないぐらい食べてたらどう思いますか。なるほどね。ああいいねこの話で。僕はでも綺麗に食べてる方がやっぱり好きかな。結構残ってんなって思ったとしても、もちろん自分は距離が近かったりしたら言うじゃん、もうちょっと食べれるじゃんとか。でもこれも食べる量なんて人それぞれ自由だし、なんでそんなこと言わなくてもとか、そんなことなんで小さいことっていうこともあるだろうし、だから綺麗に食べてて、なんか俺はあんまマイナスないかな。なんか気持ちいいなとか思わないし、なんかまあ現実的にはないだろうけど、こう軟骨まであのバリバリ食べてたら可愛いなと思うけどね。あ、そこ食べれんのっていう。でもなんかこうバキバキしながら言いたい、あの言ってほしい、なんかあのうんここ食べれるよのやっぱ綺麗な方がいいかな。バキバキ言ってみたら、それで嫌いになるってあんだかな。食べる方がいいな。三重県のつぶあんはさん、これってどうなのと思った小学4年生の娘の話です。休み時間、前の席の男子が振り返り、俺お前のこと2番目に好きと言ってきたそうです。娘は2年生の時にその子が好きだったので、そうなん、私2年の時は〇〇のこと1番に好きやったけど今は12番か13番くらいやでと正直に答えたそうです。男子はとだけ言って前を向いていたそうです。娘はあれは何やったん、2番って何なんと怒りながらもちょっと嬉しそうでした。藤ヶ谷くん、男子くんは何のために2番目に好きという報告をしてきたのでしょうか。ぜひ小4の頃を思い出して教えてください。私的には照れ隠しで告白したんじゃないのと思うのですが、それにしても12番か13番目に好きと伝える娘の残酷さにもびっくりしました。面白いが渋滞してるね。なんか素直が渋滞してるというか、そうね、俺お前のこと2番目に好き、だからいろんな可能性があるけど、1番に好きだけどなんか恥ずかしいから2番って言って、なんやそれって言ってこうなんかイチャイチャしたいっていうのもあるよね、きっと。そっちの方が強いんじゃないかな。とか多分男子的にはその分かんないよ、その俺2番目に好きって言って、なんで1番じゃないとか1番がいいとかって言ってもらいたくて言ったら、私12番か13番やでって言われて、っていうパターンもあるよね。ひっく
これ面白い。12番、13番面白いですね。2番、私は3番やで、とかって。あ、俺のやつより低い、とかっていう、なんかこう、本音、恥ずかし、差同士の2人の、なんか2番、3番って下げてく、なんかこう、笑いのコミュニケーションというより、きっと、わかんない。想像だけどね。だから2番、恥ずかしい。本当1番だけど、まあ、ちょっと、ツンツンして、なんかいじりながらね、俺2番目に好き。そうなんや、私12番か13番、これマジじゃんってとりあえず、ま、前振り返って、おマジかっていう、そのもう勝ち目ないなっていうか、そういう感じじゃないの。面白いな、やっぱ素直っていいね。さあ、男女間であなたが感じる疑問、意見を書いてください。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 あなたのラブルールやラブ疑問を待っています。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。最後はこちらです。あなたに代わってありがとう。言えなかったありがとうの気持ちを、僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。茨城県、ラジオネームさやかさん。いやいや、改めて15年間本当にありがとう。とっても幸せだったよ。やーやと過ごした日々は私にとって大切な宝物です。絶対に忘れないよ。やーやの顔も泣き声も好きなおやつも好きな遊び道具も全部だから、もしまた私のお家に遊びに来てくれたら、またたくさん遊ぼうね。一緒に寝ようね。やーや、本当に本当にありがとう。お送りしたのはキスマイフット2でサムタイムでした。踏ん張った拍子に膝が痛い。あなたのその膝の痛み、年齢膝が来たのかも。そこでこれ、コンドロイザーアルファです。辛い膝の関節痛にきちんと効いて痛みを楽にしてくれる。膝は痛み始めが飲み始め、キューピー効はコンドロイザーアルファ第2類医薬品です。キューの清水です。ヒロです。月替わりパーソナリティの土曜のオールナイトニッポンポッドキャスト、2月は僕らキューが担当します。9月が良かったんだけどな。できるならいつでもいいでしょう。9月9日9時9分9秒に時間切れ。投資とアウトドアブランド&ワンダーの豪華コラボグッズ、オールウェザーコートとサコッシュを数量限定で販売中。ぜひこのコートとサコッシュでスタジアムに応援に来てください。詳しくは日本放送ホームページのバナーから。
改めて15年間本当にありがとう。とっても幸せだったよ。ヤーヤと過ごした日々は私にとって大切な宝物です。絶対に忘れないよ。ヤーヤの顔も泣き声も好きなおやつも好きな遊び道具も全部。だからもしまた私のお家に遊びに来てくれたら、またたくさん遊ぼうね。一緒に寝ようね。ヤーヤ、本当に本当にありがとう。お送りしたのはキスマイフット2でサムタイムでした。踏ん張った拍子に膝が痛い。あなたのその膝の痛み、年齢膝が来たのかも。そこでこれ、コンドロイザーアルファです。辛い膝の関節痛にきちんと効いて痛みを楽にしてくれる。膝は痛み始めが飲み始め。キューピーコーはコンドロイザーアルファ第2類医薬品です。キューの清水です。ヒロです。月替わりパーソナリティの土曜のオールナイトニッポンポッドキャスト、2月は僕らキューが担当します。9月が良かったんだけどな。できるならいつでもいいでしょう。9月9日9時9分9秒に時間切れ。投資とアウトドアブランド&ワンダーの豪華コラボグッズ、オールウェザーコートとサコッシュを数量限定で販売中。ぜひこのコートとサコッシュでスタジアムに応援に来てください。詳しくは日本放送ホームページのバナーから。